ました。こんばんは。ように三つ編み毛先ボサボサだから引っかかる。ゴツゴツしてるから。いつもと分け目逆なんです。目が痛い。今日ポケモンずっとやってたの今日休みです。明日は用事をして、明日も配信できるかも。明日もやるね。意外とショールームもいいけど TikTok ライブもめっちゃ好評。画質いいってみんな言ってくれる。推しメンとサイン会とかのグループが同じ。秒でバレそうで悩んでる。それが醍醐味じゃないですか。バレは嫌だけど、私からしたらうわみたいな、ひどいって思うけど、それもまた楽しいよね。アミちゃん出てる声に、私鉄の出たことないんです。ロマンスロケットとか知らないんです。曲どういう曲かすら、踊りもわかんない。目が痛い、こっちの目が痛い。鏡片付けられちゃった、置いてたのに。うー、セリ全部上がってるんでしょ。ロマンスロケット上げる必要ないって下げてって思う曲。鉄のあれがあるよね、ロープの友情、うん、嫌いところないです。なんか鉄のはね、来るんだって連絡が。この日に出ます。もしかしたら急に来るかもしれない。そしたら覚える。痛い、目が痛い。ロープの友情って分かんなくない？ロープの友情みたいな、チャ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 みたいな、何あれロープの友情3回ぐらいやったことある、人生で。だけど全部わかんない正解がわからないの聞く。手伝って自力で覚えるんですよ。だから正解がわからないまま出ることになりそう。あ、火曜水曜好き。そう、なんかスケジュールとかの調整もある、あってそうなってる。ユニット何があったっけ。グローリー、チョコ、アメピー、いい年さ、バーコード、恋の傾向と対策、あ、わかんない。
チャチャラチャチャラチャチャラチャ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 ララみたいなやつでしょ。ウィンブルドンか。衣装がね、衣装がね、あんまりこう好きっていうのが、私の好きっていう衣装があれだから、ウィンブルドンが一番いいかも。アメピワ衣装がね、ちょっとね、チョコの湯気はダメです。鉄のの公演じゃなかったら出たかも。他の公演だったら出るって言うんだけど、鉄のは私の苦手なものが多い。セリとダンスと、イノセンスカラフルなんだね、衣装。暗い衣装がいいな。そう、パジャドラとかシアターの女神とかラムネ、ボックの太陽も出てみたいし、あとなんだろう、何がないんだろう。制服の目も出ると思う。制服の目ってもセリってわかんないね。鉄の一番セリ危ないよね。あ、会いたかった、やりたいかも。だけどやりたい。リセットいいね。リセットもいいね。だけど好きです。だけど好きでめっちゃ聞いてた。逆上がりもない。逆上がり一番知らないかも。エンドロールとかあるのが逆上がりだっけ。今ならエンドロールうまくやれる気がする。あの頃の一回やったことあるんです、エンドロールっていう曲を。あれはね、2018年とかかな、18年かなとかだったんですけど、かな、ショートカットだから。そうだよね、2018、19とかでやったんですけど、1回。今ならできる。意外とまだね、やったことないユニットが多いんですよ。目がー、あーね、背中から抱きしめてやってみたい。今壇上にいるのって今のあれですか、アバターですか。
あ、抱きしめられたらもうそっか入ってるよね。ユニットがいいね。エンドロールもね、曲はめっちゃ好きなんですよ。ダンスも好き。自分がやりなさいって言われたらそれはまたちょっと問題が出てくるけど、涙の冗談やりたいね。チュッチュッチュしたい。お手上げララバイはやばいって、セリがやばい。転ぶってば。やるのはまた別。フラットだったらね、いいんだけど。チクチクしております。たまに足すくむもん、公演中に足挟まって足がなくなる想像しちゃって。公演中にだよ。美しい狩りの時やばい、いつもうわーって思う。なんかポジション、チーム E公演はポジションはね結構転々としてて、12人は、まあ、今やってるすみれさんのポジションと、あと菅原さんのところかな、あとは谷さんのところ、ララさんのところ、でも4ポジできるんですけど、12人公演はすみれさんのポジションだと最後の美しい狩りの最後のところで一番高いセリまで行くんですよ。だからたまにうわーってなりながら踊ってる。顔キメキメなのに高いって思いながら、たまにグラってなるの。気にしすぎるとダメ、安定しない重心が。だから気にせず踊り切るのが一番いいんだけど、あれはね怖い。美しい狩りはもうセリ上げすぎても、こうアウトロでなんだっけ、ダダダダダラーチャ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 ラララチャチャラチャ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 ぐらいで全部下がりきるんですよ。もっと早く下がってってばって思いながらアウトロ踊ってる。でも逆に谷さんポジだと、まあ一部列目で踊るんですけども、後ろのセリ上がってるじゃないですか、だから隙間があるんですよ。だから気をつけて踊ってます、足をがはみ出さないように。まなじしさよならのセリ劇場でやったことないかな、私。まなじしさよならって目が痛い。ないかも。でもおしめしでパネル持ってやってたから、なかなかもう大丈夫だと思うけどね。セリに挟まれた人検索したことあるんですよ。と違う舞台だけど目が痛い、チクチクする。髪の毛だよねきっと。検索したら違う舞台、アイドル系じゃないんですけどのやつは出てきて、
結構検索しちゃった深いところまでうわーって思って夜検索したんですよ。だからうわーって思いながら寝ました。検索しちゃうんだよね、そういうの。鏡置いてあったんだけどな。今日はねヘアアイロンしてないんです。だから分け目がすっごいねこっち前髪止めてたから。今日は TikTok 撮ってないです。明日撮る。明日撮って23、24、もうゼップまであとちょっとですね。ゼップZepp最近増えてるから感染者が気をつけてください。TikTok が毎日楽しみ、嬉しい目を押さえながら今めっちゃ不気味な顔してた毎日更新してるので一応22、23、24、5、25日ぐらいまで、6まではいけるかなぐらいまではなんとかストックがあるので動画でも毎日何をあげようか考えながら過ごしてるけど、今日はスイッチでポケモンやってた待ってくれてるんだ私の更新、嬉しい。エジさんもう撮ってあるんですよ撮って保存してあるんです。下書きに残しておけるんですよ。だからそれにいっぱい入れて撮ってる。ハビットはできないってフフ今日の朝とかホラブめちゃめちゃ TikTok でしたね。食べたいな。最近の楽しみは何ですか皆様。中の TikTok かそうだったそうだった今ちょうどその話してたじゃんね
スイッチってね、なんかちょっとねためらうよね、時間を浪費しそうで。新作のポケモンはとりあえず買わないかな。ちょっとスイッチの進み進歩が進歩状況がめちゃめちゃ悪いんですよ。全然ねやり進めれないから。これ以上増えたら困っちゃうかも。太鼓の達人は悩んでる一生。太鼓の達人好きなんですよ。まあやっぱ音楽の仕事してるからさ、リズム系のゲームは楽しいですよね。そりゃ鬼滅は一旦閉じた。ポケモンが一番いい、ゆっくりやれるから。リズム天国知ってる、めっちゃやってた。うーはいみたいな。なんちゃらかもねかもねはいってやつあったよね。あれ好きだったんだよね。でもリズム天国ってさ、一回ミスるとさ、えぇってなるよね。赤いナースコール知ってる、見ました。なんか怖いって流れてきて、いやこれは見なきゃいけないと思ったら1話放送終わってて、うん、そう、あ、逃したと思ったけど TVer で見れたので見ました。でもね、 TVerで見てるんだけど、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、ナンバー MG5? 途中から見なくなっちゃったからさ。うん、赤いノースコール見るかな。ね、私1話のラストだけ見ちゃったんです、 TikTok で。流れてきたから、何々さんがいないってなって、名前忘れちゃったんだけど、退院したってなって電話かけましょうってなって、あ、待って、ここ見たぞ。一番いいところ見ちゃった、 TikTok で。ダメだよね、ネタバレってね。見ちゃった、先に見る前に見なきゃ、ドラマって。まあでもその時は知らなかったので、そういうドラマがやってるってことは。ホラー映画見ました、最近。ケース39っていうものかな。あとね、風なき村海外の村シリーズだった。風なき村ってやつ見た。
あとはね、意外と見てるでしょ最近意外とゆったりした日々を、忙しかったんだけどね前半だけど、ゆったり過ごしてます。最近は TikTok 撮ったり、TikTok 撮ったりスイッチしたり、うん、スパイファミリーもね公開されてるところまで見たかな、わかんない、今更新されてたらそれは見てないんだけど、羊たちの沈黙、え、ファイナル系ですよね、ファイナルデッド系、ブラックフォン、重曹、山羊、羊みたいなものが生まれる、最新の映画、体探しも始まりますね。でも体探しは漫画読んでてあんまりハマらなかったんですよね。小説も読んだことあるかな、重曹、ブラックフォン、ちょっと後でカホリンに URL 送っといてください予告の。小説はね昔読んでた、学校で小中中学生かな、中学生の時に友達としょっちゅう交換して読んでた本を、怖いやつ、初めて米しますが知っている人がたくさんいる本当？知り合いいっぱいいるって。ジュソネットフリ、あ、見なきゃ。そう、それで友達にあの呪い遊びって借りて、呪い遊びっていう本はすごく好きだった。 8.1 が好き、 8.1 っていうのかな、 8.1 かな、わかんないけど、山田雄介さんの 8.1、2種類あるんですよ。ジュースを見てみます。親指探しも友達に借りて読んだし、あれも見た、なんだっけ、哀愁シンデレラ、なんかこっちがすごくダメだカラコン入れたんですよ、多分それがダメなのか。友達は違う友達赤座は高3で出会ってるから、赤座体の一部なくして探すんやろうな、
やっぱずっとさ自分のところにあったものだからさ探しちゃうんじゃない？指指って呪詛見なきゃ。今日見ようかな。物体 X ないかも。やっぱ鬼滅でもさ首をさあるじゃん、探すじゃないですか首を探す、なんだろう、戻ろうとするじゃないですか、くっつこうと。それと一緒ですよ、多分つなげようとするんですよ、なくしても。TikTok 何回も見てる。そうなの？痛い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 。横腹が痛い。シックスセンス見てない。DVD まだちゃんと飾ってあるよ見なきゃ。痛い痛い痛い。TikTok 見てくれてるんだ。嬉しい。変なの投稿できないねミザリー見たいんですよ。ミザリーなんかあれですよね、パッケージっていうか主人公の女の子、あれ女の子なんかわかんないけど、めっちゃスネイプ先生みたいな人が出てくるやつでしょ。あれいつだったか、高校か大学の時にめっちゃスネイプ先生じゃんって言ってた記憶がある。高校結構古いよね。でもミザリーって古いっていうか昔、それほど昔じゃないけど平成だよねミザリーっていうよね、ミザリーみたいんですよね映画。うわー、友達と見ようかホラー映画鑑賞会たまにするんですよ。ホラー初心者におすすめあれば教えてください。なんだろう、ホラー初心者もね麻痺してるんですよ。私が何でも平気だからさだからなんか平気じゃない感覚が分からなくて、私が持ったことのない感覚なんですよだから、難しいんだけど、あ、ミストだったら、ミストっていう映画は後味は悪いけど。そこまで怖くないかも。怖い夢見たら怖いって思わないかも。怖かったってならない。忘れちゃう同じ映画何回も見るタイプ。うん、時間つぶしに見るタイプ。ホラーを見るときは
どういう視点で見るの？へえ。作品として？なんだろう、こう見てて、この映画の幽霊のクオリティ高いなとか、くるくるって思ったところで来なくって切り替わったらいるとか多いじゃないですか。そういう感じに思わせといて、さらに違うところで来させるとかも好きなんですよ。でも王道な感じで来るのも好きですけどね。シャイニングはね、難しいと思う。シャイニングを、まあ、とりあえずもう意味わかんないけど見た後にドクタースリープ見ると感動するけどホラー映画見てて、なんか OG に会った なんか卒業生に会った気持ちになる。シャイニング見た後にドクタースリープ見ると感情になるから、シャイニング見てからドクタースリープは見てほしいですね。一番見返したのはね、黒百合団地かな。黒百合団地のおじいちゃんが本当にすごいんです。ちょっとね CG 味ある瞬間あるんだけど、黒百合団地ってだけどね、なんか全体的に好き。なんかエモい感じになるよドクタースリープは。あとはね、1408号室がもう一回見たい。あれね、どこのサブスクにもないんですよね。 DVD もうないのかな。黒百合団地は前田敦子さんです、主人公。いや、1408号室はどうなんだろう、結構有名なのかな、わかんないけど、あれはちょっと残る感覚が。見たいな。それね、いつ見たんだろう、小学生とかかなの時に見た。2009年、12、貞子をやるよね、また。でも貞子はちょっとポップになりすぎてるかも。ホラー映画好きなの私だけ。ちっちゃい時も、小学生の時から、小学校低学年ぐらいからなんかもう怖い本、なんかチャオとか漫画ハマる時期あるじゃないですか。その時にもう怖い漫画ばっか読んでたの。
だからお母さんにすごい、やめなさいってそういうのやむのやめなさいって言われてたんだけど、でもそういうのが好きだったからさ、なんか恋愛系のちゃおとかよりそっち系が好きだったから、なんか本買ってくれるって言ったらそういう系ばっかだったし そう。であとは王様ゲームとか金沢信明さんだっけ、なんとか、そう。でも怖いよね、親からしたらさ、ホラーにすんごいハマってる娘を見るとさ、ちょっと心配になるよね大丈夫かみたいな、この幼少期にこんなやつばっか読ませたり見せたりして、こうなんか成長に悪影響を与えるんじゃないかっていう心配事ってありますよね。今すごいアルゴメトリーっていう YouTuber さんを見てるんですけど、結構事件系、未解決事件系のやつとかを結構動画で取り扱ってて、で幼少期になんかホラーのものにすごい関心があったとか出てくるんですよ。ちっちゃい時はね、私はなんでホラー系に対してこんなにダメって言うんだろうみたいな、ただお母さんが怖いだけじゃんお母さんもなんかそのパッケージが部屋にあったら怖いからやめてみたいな、じゃあパッケージ捨てればよくないとか思って生きてたんだけど、そういうのを見るとやっぱ大人になってから気づきますよね確かに心配になるよなって。でも私はもうずっとずっと怖い系ばっかりでした。でもホラーが好きな人って感性広がるよね分かんないけどなんだ、なんかやっぱり普通の人が、普通の人ってあんまりホラーに通ってこないじゃないですか、通らない道だからこそ、やっぱそういうものをさ好んでみるとさ、普通の人、普通の人ってまあ誰が普通かっていうところではあるんだけど、違う感覚を持つようになりますよね。かおちゃんが今怖いもん、蜂怖い飛んでてさ、私さ結構山奥だからさ、歩くってなると蜂が飛んでるんですよ。蜂だと思って、まあ、日傘さしてるんだけど、とりあえず自分の全身に黒いものがないか探すんですけど、もうそういう時に全身黒い服とか着てるともう終わったって思いながらその道を通るんですけど、この間一昨日かな、ちょうどいてさ、蜂だと思って日傘さして、日傘をこう
前にしてこう傘こうやって差すじゃないですか、こう持って足もう全然日当たってるのよ私でも日光より蜂だからその時ってだから日傘も黒くなかったからセーフだった。だからこう思って蜂がもう目の前にいたとしてもこう傘で避けれるからこううわーって走って回避しました。その道や、それがやだよね夏ってね。でかかったの、結構でかめの蜂で、でっかい蜂多いんですうち、のびのび育ってるんですよ、やめてほしいのびのびしないでほしい、怖いから。ハンディファン、確かにハンディファンまだ持ってないや、ピンクです。ディズニープラスさんも出ちゃったあんまり見なかったから。でもアシナガバチって可愛くない、こう足が邪魔みたいな感じの態度で飛ぶじゃないですか、プーンみたいな近くにいなければ可愛いなって思う。悠々白書気になってる私、すごい豪華じゃない？イカゲームね、私1話2話とかでやめちゃった。キャスティング納得してない。まあありますよね。なんかでも髪がどうとか。なんて意外と反対な人多い。キャスティングはね、割といいなって思ったんだけど。髪の毛がちょっとあれだったよね。今日から俺はぐらい走ってほしかったよね。でも私結果、まあ、ジョジョも見たからさ、そこまで詳しくないんですよ悠々白書だから。見るかも。もしさジョジョのさ黄金の風が実写されますってなったらさ、ブチャラティ怖いよねブチャラティ超イケメンにしてほしいな肌黒くてなんかそういうイメージあるじゃんブチャラティって確かにアバキ色、アバキをトゥントゥンだからね。鬼滅実写化あったら、ちょっと私のさ推しキャラがさ実写対応してないキャラクターが多すぎね、うん、見れないかも。イグロさん、イグロさんちょっと厳しいかもしれない。イグロさんの実写はちょっと厳しいものがあるかもしれない羽織羽織っとけばいいだろうみたいなところありそうじゃん。だから違うんよそういう感覚。女の子はね成功しそうだけど、男性ってちょっと難しいよね。
確かに姫島さんめちゃめちゃ大きい人連れてこないと。一緒になったらまあいますよね一定数。でもさ、もしさ私が実写でこのキャラクターやりますってなった時にさ、やっぱアニメ、そのアニメが好きなファンの方々は見たくないってなると思うんだけど、私のファンの方は多分応援するねってなるじゃないですか。ってなるとやっぱりこう実写の頑張ってほしいですよね。よしあしはあるとしても、何が嫌かな私、実写になりますってなったら、なんかそこまでの、なんか絶対無理ってやつがないんですよ。だから意外とあんまないかも。あんまね、なんかそんな関心がすごいあるものがなくて、薄いんです全部関心が薄いんですよ。鋼の錬金術師ないかも。やっぱ自分に関心が向いてほしいタイプだからあんまないのかもしれない。じゃない、そんな気がしてきた最近のメールでも言ってるし、やっぱみんなに関心をたくさん持ってもらわないとやってられないわ。目がやっぱ毛羽かな。鋼の錬金術師わかんないんですよ私。ここの今長さでも結構邪魔なんだけど、あとやっぱ2ヶ月ぐらいかな。7月ももうないや。8月頑張って、9月の頭にはってくらいかな。9月、
こじらせてる子12秒しばらく公演がないのでもう次はゼップですね。完全体、完全体って言うとセルじゃんって言われるんだけど、ファンの人にセル、完全体って言うともうセルが出てきちゃうなんかあの点々の毒、毒って感じのやつでしょ私わかんないけど虫っぽいやつ。わかんないよ私あんまり、ダガンボールもあんまりわかんない。古い古いって言われた。ワンピースも映画やりますよね。ジョジョ見なきゃ。ドラゴンボール7つ集めたオゾン層をオゾン層を作ってください。無印？ハンターハンターも見なきゃ。TikTok も見てください。ぜひ。というわけで、オゾン層が分厚くなったらだいぶ楽ですよね。今日はこの辺で配信を終わろうかな。というわけで以上。里川でした。1トトありがとう。2あーありがとう。3ポポポありがとう。4ドドドドドドドありがとう。5ムムムありがとう。6ジェジェありがとう。7ココココココありがとう。8イイイありがとう。
9位、シュ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 、ありがとう。10位、トトトト、ありがとう。11位、フフ、ありがとう。12位、クククク、ありがとう。13位、ササ、ありがとう。ありがとうございました。ちょっと目が痛いので解決してきます。ありがとうございました。今日のねカラコン結構緑っぽかったんだけど、意外と馴染んでる、意外といいかもしれない。ありがとうございました。また明日、明日配信しますね、なんかでどれかで配信する。またねー、おやすみなさい。